西上戸駅は千葉県千葉市中央区上戸4丁目にある京成電鉄千葉線の駅である。駅番号は KS57。かつては千葉海岸の最寄り駅として東京方面からの海水浴客の乗降で賑わった。なお、駅東側は千葉線開通を機に別荘地として開発された。駅名は周辺地名、上戸地区の西部に位置するゆえの名称であり、 当駅の近隣に西のつかないり戸駅は存在しない。なお、神奈川県川崎下幕のり戸に JR 南部線、小田急電鉄小田原線の同名の,のり戸駅が存在するが、当駅とは無関係である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は上り線ホーム側にあり、下り線ホームとは、湖線橋により連絡している。京成千葉線は、京成本線。 新京成線及び京成千原線との直通運転も実施している。駅ホームの案内表には京成千葉線との直通運転の設定がない成田空港も行き先として表記されている。成田空港方面には京成津田沼駅にて乗り換えが必要となる。2018年度の1日平均乗降人員は2695人で京成線内69駅中。 第64位であった。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り、緑台駅駅周辺及び、新千葉駅駅周辺も参照東日本、旅客鉄道西千葉駅まで約600メートルである。当駅を中心とする約半径1キロメートル範囲内には、西千葉駅のほか、隣駅の緑台駅及び新千葉駅があり、状況によっては、 徒歩でのの移動の方が早く到達するる場合もある駅前商業施設や商店街が存在する西千葉駅前とは至近距離にもかかわらず雰囲気が大きく異なり、当駅は閑静な住宅地外にある。駅東側は別荘地として開発された経緯から高級住宅街となっている。駅西側には松林が点在し、海へと続く小道が現存するなど、 埋め立て前の海岸線の面影を忍ぶことができる。南側は国道14号、国道357号が通り、千葉街道を越えた先からは、三浜区に入り、千葉ガーデンタウンなどの大規模な住宅団地や、埋め立て地が広がる。千葉工業銀行本店、千葉市総合保健医療センター上りと指定目、幸町一丁目方面、西千葉駅駅周辺も、三照春日一丁目、 二丁目、潮見川丘町方面、京成電鉄千葉線緑台駅西の戸駅から、新千葉駅、ありがとうございます。